今回はですね、ニカ役の宮本ゆめちゃんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。いかがでしたか？いやー、なんかやっぱり初めてだったので、水仙の魔女についてお話できるタイミングもすごく楽しかったですし、うんうん、何よりお二人となかなかやっぱり今ね、コロナの分散中の収録なので、うん、こんなにがっつりお話できる機会がなかなか作られなかったので、うんうん、嬉しかったです。いや、こちらこそです。ね、あとちょっとガンダム勉強中なので、私もこのラジオ聞くので、メールを通しておすすめガンダムとか皆さんから教えていただけると、うんうん、私みたいな人でもガンダムいっぱいね、うんうん、なんか知れるなと思うので、うん、メールもよろしくお願いします。お願いします、はい、まあ、いずれご飯とか皆さんでねー、行けたねっていう風に思います。ということで、ゆめちゃんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。そして次回のマジョラジですが、1週間後の10月30日日曜日17時30分配信です。ぜひお聞きください。さらにマジョラジですが、ガンダムファンクラブ限定のおまけパートもあります。こちらガンダムファンクラブ会員の皆さんのみが聞くことができます。今回はゆめちゃんにもお付き合いしていただきますよ。ありがとうございます。うん、皆さんガンダムファンクラブ会員になっていただき、おまけパートもチェックしてください。本編よりおまけの方が面白いから、みんないいこと言いますね。頑張んないと。よろしくお願いします。頑張りましょう。というわけで、マジョラジはここまででございます。お相手はスレッタ・マーキュリー役一ノ瀬かなと、ミオリネ・レンブラン役リンと、ニカ・ナナウラ役宮本ゆめでした。バイバーイ。